しょう、はい、もう罰ゲームと一緒だよこんなの。いやマジで、うん、あれやめてください。あ、コウタさんもビビりですよね。まあでもほぼ知ってるんで。あ、そうです。あ、知らないな。じゃあ僕だけがうるさいみたいなノリやめてくださいよ。いやでもビビるとこはビビるからね。あーね、お願いしますって。お願いしますって。ビビるのお願いします。怖いな。いや一懸命やります。やりましょうか、じゃあ今日はゼロの、そう今日はね、真空の蝶ですね、はい、ゼロ真空の蝶ですね。ゼロ、ちょっと怖いな。あ、つけよう。ちょっと投げ飛ばしちゃう可能性あるんですよ僕。それ あれな、ビリビリペンみたいな、はい、天井にぶつかってたからな、ペンが。そうなの。そうなんですよ、ビリビリペン投げて。普通に電球とかあるのに投げちゃって、あれ大したことないんですよ、握ってみたんですけど全然大丈夫なんですよ、あれ。それ分かってる感じじゃないの。いや、カンタ分かってやって。いや、分かってるって怖いんですよ。その、心霊ゲームでも来るぞって時一番怖くないですか。確かに、それが怖いね。まあ、そうするのがホラーですね。あ、ヌンチャクです。これヌンチャクです。で、あれなんですよね、コウタさんがこのゲームやってるんですよね、そのメインの方で。そう、本編の方は僕のチャンネルの方で。なんで宣伝ありがとうございます。いやありがとうございます。宣伝っぽくないようにしたんだけどな。ロードゲーム、ロードゲームでいきましょう。お化け屋敷モードっていうのがあるんですね。なるほど、はいはい。これがまあ怖いと。まあ大丈夫じゃん。いや、もう驚かされる気でいるからな。え、コウタさん今映ってましたよ、テレビに。暗いから。ちょっと画面暗くなる時のコウタさん怖いな。ここになんか緑色のなんか緑、まあ確かに緑だけど。あれ？もう行きますね。はい。A ボタンを押している間動きます。はい、コントロールスティックで左右見当たるし、振り返ることができます。え、振り返るのめっちゃ怖いですね。まあそうね。あったあった。だからあんまりこう Wii リモコン振らないようにいかないと。え、今人形を探す。このほおずき人形っていうのを、はい、探すんだ。はい、大体どれくらいの時間で見つかるんですか。まあそれは、いや、とりあえずやんなって。そうやって人に話しかけて不安を。ああちょっと怖いな。ああ、きしんでんだちゃんと。お、お化けがいる。え、これなんで心拍数とかわかるんですか。お前めっちゃビビってるぞ。めっちゃビビってるぞ、数字が。え、まあ、ビリモコンふ、あの、多分振動とかで振ったらビビっちゃうじゃないですか。だ、あんま振り向かなくていいんじゃないかな。え、ああ、え、何さ、この例が追いつかれないように。うーわ、最悪じゃないですか。ちょっと胸元空きすぎじゃない。そういうのいいよ。え、で、え、振り向いとった方がいいかもしれないですね。あ、あの人が来るんだ。そうですね、あの、だるまさんが転んだ的な感じで。あー、なるほど。いや、やばいでしょ。ちゃんと着物着た方がいいね、あの人。え、もうはだけちゃってるからもう。あ、マントあんじゃん、マント。え、来てないよ。ちょ、売るつもりなかったんだよ。来てないよ。今なんか言ってたからさ。言ってない、大丈夫ですよ。何？え、やめて。生きてないって、もう生きなよ。毛の生えたし、ね、いた。いなかった、大丈夫。いいんじゃん、おい。あ、待って、今一回早く行かないからだよ。え、待って、今見てんじゃん。なんで？やめて、早く、やめや。なんで、コウタさん。歩け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 。マリカーじゃないですか、これ。あ、前から。やってることマリカーと一緒じゃないですか。前からあのデスノートの人が来てる。え？大丈夫。おい、ちょっとホーンテッドマンションみたいな感じ。え？なんかダメージ受けてます。いやいやいや、行こう行こう。え、え、追いつかれてもいいんですか。わかんない。いやー、あー、やだ、ちょっと。コウタさん。あー、これゲームオーバーになるんだ。え、僕何が悪いんですか。振り向いたじゃないですか、ちゃんと。多分もうちょっと歩いてから振り向けばいいのかな。なんとあっけない。まだ始まったばかりなのに。もう知ってるよ。マジでこいつやだ。行きましょう行きましょう。ゆっくり歩きすぎてたってことですね。
結局。そういうことで、どんどん、どんどん歩いていい、はい。え、なんか音すごくない？音がかなり近づいてきたら、振り見た方がいいです。え？近くにいるかもしれない。え？今人形みたいなのあったね。え、ちょっと。だからあいつ近いから頑張っていく。もう一回、もう一回、あれ、もう一個、もう一個。え、え？来るとき来るんですか？そう、振り向いて、で、止まったらもう歩いて大丈夫。あ、じゃあもう、基本的に行った方がいいですね。そう。いや、でも来てますよ。え、ちょっと待って。え、僕の歩くスピード遅いんですか？じゃあ振り向いて。振り向きましょう。振り向いて。早く。オッケー、で、もう行こう。よしよし。そう。こうやって振り向いて差をつけるんですね。そう。それ早いと多分意味がない。意味ない。結構近くに来ないと。え、そんな余裕ないっすって。え、今のも意味ないですか？え、ちょっと、やだ。もう、稲葉川だ、稲葉川。あ、これ赤、もうダメだ。え、なんですか？やだ、ちょっと来てるわ。こうださん意味ないじゃないですか。いや、行こう。まだ間に合うかもしれない。開けるこれは見てないかな。ちょっと音すごい。振り返りますか？振り返った方がいいかもしれない。ああ、え、普通に僕がクリアできた。俺やっていいかい？いや、え、これ合ってますよね。結構急ぎ目でやってますよね。あ、痛い手首が。え、あいつマジでめっちゃ来ますね。そんなこんな来たっけなと思ったっけって思いますね。ガラスの心臓だぞお前。ガラスの心臓って言われてるの。まあかっこいいからいいや。いいんだ。あれ。で、こいつの歩くのが遅いせいですぐ追いつかれちゃうんですよね。全然見えてない。お、びっくりした。え、コウダさん。はい。僕のいないところで驚かない。お、遠いな。米粒みたいな。あんま侮辱するともやられんの。あ、いた。え、これですね。そうだ。あ、どうする？ビビ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 
って、うん、まあまあまあ、もう行っちゃ、行っちゃ、行っちゃ、行っちゃっていいですか、もう、多分やだよ。 B っていうボタン作ってほしいね、ちゃんと後ろに。いや、後ろに B なんだよ。見えないよ。お前ただ歩いてる人になっちゃってるから。あ、終わりですか。どうだろう、もうちょい行くかな。あ、まだありますね。うわ、いるな。女っていさん、女っていさん。あ、下え、下、そう、と、あー、もう取れない。どうやって取るんですね。A を押しすぎってことですよね、きっと。ちょっと取る技術がないんですよね。マジで。お前何してんだよ。もう、取る技術がないんですよ、ね。こっちの方が怖いわ。どうやって取るんですか。音地区、大きいな。お、うまいな。おびっくりした。うまいな。いや、僕なんとなくなんか女性のやつはちょっと怖くなくなってきましたね。あー、おいたー。あ、どうすればいいですか。そこ右向いて、右向いて B で取る。 B、 あ、右向いて、右向いて、 B 取った。怖っ。よし、これで一人。あ、なるほどなるほど。え、たまに来る音怖いな。めっちゃ怖いっすよね。あ、もうそこ赤い蝶のとこでこうですよ。おお。走るのすごいみたいな。完成枠ぐらいの速さ。え大丈夫？しょうがすごい来てたけど、お前、うん、あ、ゴールです。ああ、へえ、取る技術欲しいよな。まあ、ただあのホオズキ人形はちょっと5つ取れてないんで。そうですね。あ、そうなんですね。はい、
一応クリアか失敗かで言うと失敗ではある、ね、失敗なるほどなるほど、はい、ゲーム的に失敗ってことですよね収録的には OK なんじゃないかな、はいね、好奇心やっぱ取んないから反射めちゃくちゃいいなやっぱこの腕の動きがいやゴラスの心臓だ俺お前もかっこいいようになったじゃんということで、はい、ゼロのはいうんお化け屋敷コースお化け屋敷コース1個目、うん、やりました。いや結構怖いですよねこれなんかあの反射神経のやつですねいや違えよブッてきた瞬間にこうやってってできればはいはいはいなんかそのどんどん差が歩くの遅いからあいつまあまあそうね、うん、はいはいということでこれイヤホンとかつけてこれさ暗闇でやったらやばいな一人でやってたらやばい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 無理無理それがいつも俺だよすげえすごい怖いっすねこれそしたらはいって感じでーすありがとうございましたThank you.